Hello guys, it's Remy. Today, me and my friend Emi-chan meet Nobita from Japan as a guest for our fan interview. As many of you already know, Nobita-san is one of the most famous YouTubers who makes great contents about the social issues and the trends of Japan.Thanks to our common friend Adam, we got to know each other and have been doing some collaborations recently. While his contents are rather serious, Nobita-san is very nice and friendly in person. So we like to reveal some of the unknown side of Nobita-san to the audience. Unfortunately, our Toriyo friend Yuka-chan couldn't join, so three of us met in December 26th to have a belated Christmas gathering. ポルノスターインタビューとかそうですね。それのセックス関係はもうダメですね。ポルノスターもちょっとやめて。やっぱポルノスターもう俺もう嫌です。飽きたというか、面白くない。これもう悩んでて、やればやるほどやっぱりそれをもっと見たいってくるじゃないですか。だからもうやり続けなきゃいけないみたいな感じになっちゃうんですよね。でもやっぱりのび太さんのなんかそのやっぱ視聴者さんって性の話にすごい興味ある。ポルノスターのファンばっかりだね。性のっていうか、多分ポルノスターかジャパニーズウィメンだと思うんですよ。そうだろうなと思って。食べましょうか。あと中で行きましょうか。いただきます。わあ、すごい脂っこい。YouTube になったきっかけって何ですか？5年ぐらい前だったと思うんですけども、その時やってる会社で英語を話す必要が出てきたんですね。ただ僕は英語を全然話せなかったくて、カナダ行ったっていうことで話せるだろうって思われてしまったんですよ。で、どうしようと思って、YouTube で英語で発信して、で間違いを指摘されて、それで伸ばしていけるんじゃないかということで始めました。Hi. This is about racism or discrimination in Japan. Okay. Have you ever experienced something makes you feel uncomfortable or bad in Japan? Like make us feel bad? Yeah. Not at all. No. No? Nothing. No. ただ全然見られないですよね。もちろん。だから見られるためにはどうすればいいんだろうっていろいろ工夫していった感じですね。こんなにね人が集まると思ってなかったですよね。そうですね。びっくりしました。なんか日本でさちょっと前ですけど、日本の職業でなりたい職業、YouTuber、って思いますよ。最初はもう、昔何でしたっけ？昔は、なんか例えば女子だったらアナウンサー、なんかそう看護師さんとか、昔わかんない。どの世代ギャップが、ここに世代のギャップを感じました。フルじゃないですね。まだ週4くらいですね。それでも週3は別の仕事やってます。先生ですか？じゃあプログラミングのプレッシャー感じすぎるなって思って。なんかメンタルきませんか？そうですね。多分それ一つだけになっちゃうと、それがダメだった時に多分かなりやられてしまう。いくつかに分散して。なんか YouTube やっててよかったなとか思ったことかってありますか？やっぱりこういういろんな人と会えることですね。なんか私のコメント誰かが言ってたんですけど、のび太さんなんか女性に慣れてる。
全然そんなことないです。だっていろんな人と大丈夫ですか？結構テンパってますよ。でも途中で質問忘れるときあります、たまに。あ、ちょっと止まってしまうというか、特に綺麗な女性の方だとやっぱり女優さんとか、モデルさんとかの時、さすがにちょっといやでもなんか別世界のような方と、まあ、ある意味別世界ですね、はい、のび太さんの動画って結構おばあちゃんのこと出てくるじゃないですか、うん、ああそうですね、はい、そうです、仲良かったんです。あ、おばあちゃん子、はい、2年半ぐらい前に亡くなったんですよ、うんうんうん、で、に始めたよって言ったらもう頑張ってやれみたいな、はい、見てくれました？いや、全然わからないです、もうインターネットとかわからないんで。ああですよね。なんかその外国にのび太さんが言ってるのを知って、なんかおばあちゃんがじゃあそういうのをちゃんと外国人に日本のことを教えてあげなさいよとかいうことを言うようになった、ね、そうですね、いろいろアドバイスというか、うん、でもなんかすごいおばあちゃんすごいやっぱりなんかワイズっていうか賢いなと思って、うん、何外国人は日本のいいところばっかり思って、なんかそうやって後でなんかがっかりしちゃうからそういうの教えてあげなさいなんて、うちのおばあちゃん多分わからない。あ、外国人の人となんか接したこととかおばあちゃんあるんですかね？多分ないと思うんですけど、ただなんかそういうテレビ番組よく見るんですよ、世界のなんとかなんとかって、はい、いやー恋しいですね、はい、泣きたくなりますね、思い出して、はい、おばあちゃん子のね、うん、なんかなんかいろんな人をたくさん本当になんか10人とか15人ぐらいインタビューして、うん、上手にそれを一つの動画に作って、うん、結構すぐで作っちゃった、うん、いや、すぐだよ、そうでしょ、ある程度なんかね、こういう感じでいくんだろうなっていうのを骨組みはできてました、うん、大体の流れっていうんですか、それはなんか動画を作る前に大体考えます、うんうん、まあ、こういうことを言ってくれるんだろうなみたいな想定もするってこと、うん、そうですね、ある程度、うんうん、でもそれ言ってくれない時とかあります？あ、ありますね、その時はちょっと臨機応変に変えるというか、言ってくださいよってカメラ止めてくださいこれ言ってくださいよ、全然そういうことはしないですよかった。いや本当にしないですよ。好きなように話していただいて、それをちょっと調整するというか、合うようにコンテキストに合うように。なんかそうのび太さんの動画とか見て、あとは他の動画とかで、なんか申し訳ないですけど、やっぱりね、その、うん、いいこと言わない人とかもいるから。もちろんですよ。ね、やっぱりこういうことをやってると、その意見がなんか全てだと思う人ってやっぱりいるじゃないですか。うんうん、もとみたさんこうなんだって思って、なんかすごい批判なこととか、でもそれってやっぱり見るのって実は傷ついたり意外と SNS でするから、なんかそういうのそういうことだけじゃないって言いたくて、いや、ありがとうございます。応募してくださって。なんか一緒に、いや本当にゆかちゃんとかえみちゃんとかと一緒に、うん、コラボさせていただいて、なんか違う面とか見れて楽しいです、うん、普段はもう本当にどうしようもないやつなんですよ。いやいや、もう全然真面目なやつじゃないんですよね。全然違うんですよ、本当に。そうなんですか。ただ、やっぱりトピックが真面目だと、真面目にならざるを得ないというか、おちゃらけられない。そうですね、それもしょうがないというか、ポルノスターねーできないですかね、ポルノスター何回言うか、みたいな好きなんですか、好きなんです。あ、そうですか。あのトピック面白くないですか。いや全部見てますよ、この子って思って、しかものび太さんと会ってる私この子好きなんだよっていうのも結構います。知ってんの？います、なんか YouTube チャンネル持ってる。そうですね、まひろちゃんとかめっちゃ可愛いですよね、うん、そうなんですよ、まひろちゃんじゃんって思って結構 YouTube やってる人多いんですね。コロナスターで YouTuber、兼 YouTuber でめっちゃ面白いです。そういう人にも DM するんですか？そうですね、一応メール送る。もし出たらもうやまと。わかんない、ほとんど断られます、ね。ああ、そっか。外出で普通に遊ぶ時ってあるんですか？たまにサウナ行きますね。ああ、はい、サウナ好きなんですよ。あ、それがリラックスみたいな。はい、走ったり、まあ、たまに漫画読んだりします、ね、ドラえもん一番最初にのび太さんと会った時、うん、こんなに有名人なのに腰が低いと思いました、うん、本当にもうすいません、えめえめちゃん、なんかテレビ局の AD さんみたいなイメージですかね、感じで、あ、でもそういう感じだと思います、多分、うん、普段接してる感じは。
エミちゃんなんか尊敬してるとか言ってたバカにしますよ違うんですよ、なんか真似するとバカにした感じになっちゃうんですよエミちゃんよくやるんです私もよくなの、うん、でもなんか安心した、うんうん、あの皆さんもやるんだったら私もじゃあよかったすいませんいや、本当にこっそりですよね多分もうあの僕話すの嫌なんで、あのインタビューだけにします、来年からえ、あ、そう、え、はい、え、なんでですか。いや、もうあの無理です。で、ミーチェンジオマインドみたいな、あのうーん、みたいな、あ、みなさん、やめるんですか、あのチャンネル。ありがたいですか、もうもう恥ずかしいです。なんか、絶対クリックしますよ。うん、サムネがすごい。いやでもあれはもう無理ですね。もう裏方また回りたいです。もう単純になんかちょっと恥ずかしいなって思い始めてきて、年なんですかね。いやいやいや、私もそうですよ。でも自分の動画なんか声聞きたくないんで、あの時してますもん全部。自分の声黄色いとかわかりますな。なんかそう。ああ、なんか変な感じに。変な感じです、もう。え、なんで声可愛いって聞きたかったことあったんですけど、はい、のび太さんってなんかそう将来こういうのを作りたいとか、うん、フューチャー、あ、フューチャーですか、フューチャーのび太さん、フューチャー、フューチャー、将来的にはこういうあの、まあ、社会問題系やってるじゃないですか、うんうん、はいはい、これをなんか日本人向けにやりたいなっていうのは、新しいメディアかわからないですけど、うん、そういうのを日本人の方にも届けるような何かを作りたいなと。YouTube とは別ですね、多分、うん、なんかメディアを作るんですかね、けど、どういう感じでやるかは、うん、うっすらとそういうのをやりたいなっていうのはありますね。多分それはもういろんな人の協力が必要、僕一人ではできないことなんで、多分そうですね、私たちいるんでお願いします。アシスタントです。よろしくお願いします。こんな感じで、キャノン、キャノン話を聞くことが日常生活ない。 We always have a great time with Nobita-san. 感謝です。 He also joined his first live stream on Yuka-chan's channel. And we played pop-up pirate game. もう全然怖い。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 I really appreciate Nobita-san for the collaboration. He interviewed us for his latest video. So please check that out. Thank you very much for watching till the end. Please take care and see you next time. Bye!